こんにちは、チョメです。フクロウの試験を受ける前にちょっと予習をしようと思います。ちなみにね、これまだ全然進んでません。今ちょっとやってますね。で、右下のここに押したら2番目ね、実績が見えるんだよね。これちょっと予習をしていこう。魔法薬学から1年目から見ていこうか。はい、おできを治す薬、これ順番に見ていこうね。だからこういう試験が出るかもしれない。ウィーゲンウィルド薬、眠り薬、飲んだ人を眠りにつかせることはできる。ローアンのいびきは治せない。誰のいびきを治せないでしょうかとかね、なんか出るかもしれない問題で、だからこれもちょっと読みますよ、ちゃんと。除草剤、植物を殺すか傷つける、まあ、2年生の魔法薬学。今日はこんな感じ、予習をします。火を吐く薬、飲むと口から火を吐くことができる。強化薬、飲むと力が強くなる。防火薬、この魔法薬を飲むと火傷をすることなく炎の中を歩けるようになる。なるほど、そういうのもあるんだね。膨れ薬、触れたものを全て膨らませる。なんか簡単そうだね、魔法薬学は。一般毒に対する解毒剤、通常の毒を中和する。目覚まし薬、人を目覚めさせたり眠らせないようにするために使われる。毒シーキラー、毒シーを麻痺させる。麻痺はね、なんか出てきそうだね、なんか問題でね。忘れ薬、あ、これペニーが飲んだやつだね、狼人間のあのトラウマのやつね。虚言薬、これを飲むとわけのわからないことを言い出す。あ、なるほどね。で、4年目、結構4年目はなら長かったから結構覚えるのあるね。鎮静水薬、ショック、トラウマ、または感情の爆発を経験したばかりの対象を落ち着かせる。なんかこれの記述が左下に出てきたんだよね、フクロウの最初のあの大広間で。だからこれはちょっと問題が出るかもしれない。トラウマとかショックを治す薬は何ですかって。だからこれはちょっと覚えとかんやけん。縮み薬、これを飲むと体が若い姿へと、あー、なるほどね、若くなれる薬はどれですかって言ったらこれね。ヒス管薬、強力な毒、あ、毒があるあの魔法薬はどれでしょうとかなんか出てきたら、これをちょっと選ぼうね。元気爆発、風邪を治す、なるほどね、風邪を治す魔法薬はどれですかって言ったら元気爆発か。美化薬、これを飲むと魅力度が上がる。老け薬なんか需要はないかな。骨肺薬、あ、これマダムポンフリーのやつだったよね、骨を治すやつだね。5年目、髪を逆立てる薬、髪が逆立つ、安らぎの水薬、ぺしゃんこ薬、魔法で膨れ上がったものを普通のサイズに戻す。なんかおできを治す薬って結局使ってないよな、1年に習ったやつ。錯乱薬、攻撃的になり無鉄砲になる。頭さえ薬、これを飲むともっとはっきりと考えることができる。これはいいよね、でんやろ絶対。じゃあもう一回1年生に戻って妖精の呪文学を見ていこう。わ、めっちゃ覚えてるな。ルーモスは光だね。エクスペリアームス、だからまあ裏でね、受ける前にもう一回自分で予習して受けるわ。リクタスセンプラ、敵味方関係なく行く手をかぼむのにくすぐる。あ、だからね、くすぐりの呪文はって言われたらこれだね。ウィンガーディアムレビオーサー、ガーの部分をなんかウィンガーディアムレビオーサーね。これなんかハーマイオニーとかがなんか言ってたよね、発音が大事よロンって。アロホモラ、これも最初使ったよね。鍵のかかった2つ錠があったよね。フリペンド、これ初めて飛ばされたよね、あのメルーラにね。ノックスはあれ消すやつだね。呪文を唱えたものの杖の先から明かりを消す。交代を拒む放棄を直す呪文、放棄のリバース能力を向上させる。なるほど、これは出ないでしょ、血統だからね。血統も一応全部手に入れてますからね、私は裏でね。次、あ、2年生あまり覚えてないな。炎合地を、物体、あ、これバタービールとかによく使ってるよね。インセンディオ、あらゆるものを燃やす炎を呼び出す。エピスキー、あ、これ回復だね、ホイミみたいな感じかな。レディシオ、物体を小さく縮まされる。あ、これはね、ちょっと自分映画とかではよく使われてたけどさ、あの覚えとかんやいけん。レディシオね、ちっちゃくする呪文は何ですかって言ったらレディシオだ。フィニートインカンターテム、全体的に反対呪文として使え実用性が高い。骨返す感じかなこれ。
ペット、これもあれだね。金縛りのやつだね。血統とかで使ってる。デパルソは強力な呪文。生物が突き放される。そうそう。イリクラス。これはあれだね。マネ妖怪ボガードの能力だね。笑い声で任すことができる。だからピエロとかにしたりね。イモビラス。この呪文をかけられると受け付けなくなる。なるほど。これも結構映画で出てきたな。はい。プロテゴ。あ、守るやつだね。上から下になぞるやつ。あれ、魔法陣が出てきたらどうしようか。この魔法陣はどの呪文でしょうかって。あまり覚えてないぞ。プロテゴは覚えとるけど。ボンバーダ。ボンバーダも覚えとるけど。小さな爆発を発生させる。コンフリンゴ。接触したものを爆発させる。ボマーか。コンフリンゴは Z みたいな感じだったよな。なんか間違えてたら嫌だ。フェルーラ。お、包帯を巻いたり。あまり使わんな、これでも。フェルーラ。ベルメリアス。あ、これはね、杖の先端から赤い、あの、火花みたいなのをね、飛ばす。だから、あれだよね。あの、呪われた森とかでよく使ったよな。システムアペリオ。あ、入れ物を開ける。あ、これもちょっと覚えとかんやけんな。自分覚えてないわ、これ。アペリオね、システム。スコージファイ。物をきれいにする。あ、これは S だね。あの、バンディーマンとか、掃除のやつだね。S って書けばいい。ディフェンド。これもよく使うよな。何でも正確に引き裂く。アラーニア・エグズメイ。え？雲を寄せ付けなくなる。ああ、アクロマンチェラのやつで使う感じか。なるほど。これも覚えとかないけん。あまりこの、ね、アイコンがないとわかんないな。コロポータス。手で開けられないように扉に鍵をかけたり封印したりする。あ、これもちょっと覚えとかないけんな。鍵をかける呪文。コロポータス。これも覚えてなかった。この辺は大丈夫だね。次5年目。元気呪文。対象を楽しい気持ちにする。これいいね。試練紙を、あ、喋れなくなるやつか。試練紙をね。これ、この辺覚えてないな、正直。試練紙を置くとか。アレスト・モメンタム。物体の速度を下げる。ロコモーター・モルティス。あ、足、ね、あの、やるやつ。マンダンガスとかにも使ったかな。目くらまし術。対象を隠す。ディセンド。物体を落とすか下に下ろす。デリトリウス。対象を消す。荷造り呪文。これは簡単だね。普通に。その調子で頑張れば。あ、これはまあ今後のやつか。じゃあもう一回1年生に戻ってと。次は飛行訓練だ。飛行訓練も出るよな。ほうきを呼び寄せる。触らずに持ち上げる。上がれっていうやつだね。ほうきに乗る。この辺は簡単だな。普通のことだからね。スピードアップ。飛行中にスピードと敏捷さを見せつける。ジグザグ走行。この辺も多分大丈夫と思う。ローリング。飛行中。あ、これも大丈夫だね。ローリングみたいな感じの魔法陣。ダイビング。こんな感じでダイビング。宙返り。360度完全な感じ。フォーメーション飛行。日本以上でほうきでコーディネートしながら飛行する走法。怠け者ロール。あ、怠け者みたいに、途中で、はってね、怠け者になるんですよね。はっていく。ほうきサーフィン。飛行中にほうきの上に立つ行為。スーパーダイブとプルアップ。いろいろ覚えたね、ほんと。5年生。結構難しいぞ、これ。リバース飛行。バランスを崩さずにやる。この敏捷コース、昇格飛行。これはね、結構ね、見応えあったよな。人手とスティック。これ、キーパーだね。体を伸ばして3つのゴールを全てブロックするクイディッチの戦術ね。あ、これ針の糸通しも結構うまいことやったよな。で、1年生のやつは全部これで見たんかな。実績って何これ。あ、これは実績だった、普通の。これも全部やってるから。2年生は飛行訓練。変身術が出てきたね、2年生になって。じゃあ変身術見ていこっか。レベリオン。あ、変身した人や物体を元の姿に戻す。暴露呪文。レベリオね。変身した人。レパリファージ。変身術の効果を取り消す。レパロは壊れたものを直す。よく使ってたよね。あの、メガネとかで使ったよね、ハーマイオニーが。壊れたものを修理する。山嵐をピンクッションに。これもどこで使うかわかんねえけどな。スポンジファイ。対象となる部分や物を柔らかくする。あ、これも結構ね、落下してる時とかに地面にスポンジファイってスポンジをみたいな感じでやればいいからな。フェリファース。猫をお鍋に変える変身術。
ただしヒゲは変えられない。あ、ヒゲがちょっと出てるってことか。ドゥーロ、どんなに柔らかい枕も固くしてしまう。あ、だから石化呪文だね。ドゥーロ、袋をペラグラスに、袋をペラグラスに変える。この辺とかはまあわかるかな。ネズミを鍵タバコ入れにこの辺出るんかな、試験に。どれが出るんだろうね。イバネスコ、この辺とかなんか出てきそうだよね。生物や無生物を消す呪文は何ですかって。イバネスコってこうやって予習してるけど間違っちゃったらどうしよう。フェラビルトもよく聞くな。動物を水用のゴブレットに変える変身術。コートのボタンをパチン。ああ、なるほど。フェラベルトって授業でもやったよな、映画のやつ。で、誰かが失敗してから、なんか尻尾だけが出たりとかいう思い出がある。コロバリア。ああ、なるほどね。美容室で使う感じ。これなんかわかんねえな。コロバリアやから守る呪文みたいな感じやけ。なんかわかんねえ。サーペンソーティア。これ、杖の先端から蛇を出す。これはドラコが使ってきたやつじゃなかったっけ。ハリーと決闘みたいな感じでするとき。オーキデウス、杖の先端から花束を出す。オーキデウスもな、なんかイメージが違うからな、これ。忘れそう。インカーセラス、魔法で対象を縛るロープを作り出す。羽根棒をキトフェレット。なんか変身術はちょっとやばいかもしれん、自分。あまり覚えてないわ、正直。この辺とかは大丈夫と思うけど。豚と、あれやろ、結構エフェクト凝ってるな。シルクハットとウサギ、枕とアルマジロね、なんか凝ってるよね結構。亀とのウサギ、これはあの入れ替えるやつだよな。この辺は出ないでしょ。じゃあもう一回戻って、他はなんかある。実績はもう見んでええでしょ。ロックメンバーとかそんな感じ。あ、2年生で出るってことだね。3年生になったら薬草学が追加さま。一応実績も見とこうね。こんな感じ、薬草学。はい、だからもうちょっとで闇の魔術が出てくるな。マンドレイク、あ、これは簡単。あの耳栓しとかないとやばい。カノコソウの声だ。植物は根は魔法薬の、何の魔法薬の材料に使われるかって出そうだよな、これ。でもわかんねえんだよな、それ。収益、ミンビュラス、ミンビョンのように植物が恐ろしいほど臭い。だから臭いものっていうか、星イラクサ、先の尖った、なるほど、魔法薬に使われる。砂ガラス、普段は危険なトゲトゲのツタを隠しているが、挑発するとそれで攻撃してくる。ウィーゲンジュ、あ、これはウィーゲンウィルド薬で使えるやつで、ポートラックルによって守られている魔法の木だね。ヒラヒラバナ、長く揺れ動く触手を持った魔法生物。シナビイチジク、魔法薬に強力な効果を追加する魔法生物。ニガヨモギ、あ、結構使われるよな。これ薬草学なんか結構 何の材料に使われるかって出そうだから、それも書いといてもらいたいな。ベラドンナ、魔力の用途がある毒性の植物、その液体は魔法薬の材料として使われる。キーキースナップ、動いたり音を出したりする能力がある、多少感覚を持った魔法生物。感覚がある魔法生物は何って言ったらこれだね。キバツキゼラニウム、鋭い歯を持った魔法の歯。だから歯がある魔法生物やって言ったらこれやな。花ハッカ、強力な癒しと回復の特性を持つ魔法の植物。あの根生姜ね、これ生姜だからね。根生姜か。料理や魔法薬を作るときに使われる。だからあの、まあいいや、根性麦とか言ってたな最初、自分実況やってるとき。噛みつき白菜、これは最近習ったね。じゃあ次は、いやもう薬草学終わった。で、4年目。薬草学終わってし、あ、4年生で魔法生物飼育学が出てくるね。まあ実績も見とこっか、こんな感じ。全部やってる。4年生。で、魔法生物飼育学。ヒガニ。ああ、これも出てくるんだ。でもなんか魔法生物は簡単かもしれん。宝石が。ね、ヒガニは覚えてる。ポートラックルも覚えてる、これ。ね、守るやつ。ニフラーはもう有名だよな。光るものに目がない。穴に住む。
で、マートラップもね、なんかね、イソギンチャクのような背中についての水に海洋生物。これ結構ね、栄養満点っていうか、なんかいい感じで使われるっていう。で、ストリーラーはちょっと毒があるんだよね。危険なんだよね、これ。1時間ごとに色が変わり、さらに通った後に毒を残す巨大なカタツムリ。そうそう、カタツムリと言ったら何ですかって言ったらストリーラーって。ニーズルは簡単だね。猫と容姿が似ている猫科の植物。植物や動物。幼生。主に森林地帯や森林の中に空き地に住む小さな人間のような生物。クラップ。尻尾が2つあるね。二股の尻尾を持つ。ポーロック。ポーロックも簡単だな。あ、パフスケインだ次。かわいいな。人間を信用しない動物はって言ったらポーロックやな。かわいいな。あ、ペットとして最適化なのはって言ったらパフスケインだからね。一角獣、強力な魔法の特性を持つ威厳のある馬のような生物で頭から角が生えている。これ簡単だ。次、5年目。だから5年目が最後か。とりあえず実績も見とこっか。こんな感じ。普通魔法レベル。あ、今これやってるからね、袋。死に物狂いでやってるんですよ。ちゃんと表紙もしてるんですよ、今。だからあとこの闇の魔術に対する防衛術と魔法師って感じか。はい。うわ、結構覚えたな。グールお化け。屋根裏に住む。なんかちょっとずつ疲れてきたわ、もう。呪いそらし。呪いをそらす呪文。そのままでね。インペディメンタ。対処の動きを遅くする。なんか、遅い呪文はって言ったら、ピクシー妖精が闇の魔術なんだ。いたずらや悪ふざけが大好きな小さな水色の生物。こいつもう、この時から住んどるんだな。ね、闇の魔術の時。うん。これ映画でもおったからね。スピーティファイ。対象を無意識にするか、意識を混同とされる。これも、ちょっと覚えてかない。民弁イーブル。対象の舌を縛り付けて特定の話題を話せなくする。この辺覚えてないな、正直。正直言って覚えてないです。足すくい呪い。人をつまずかせて転ばせる。これは簡単。デプリモ。下向きに爆発させる。穴を開ける。あ、これ、破壊したやつだね。デプリモ。ヒューモス。杖の先端から防御の猛々とした煙を作り出す。だから煙幕の呪文だね。ヒューモスはね。ラカーナムインフラマリ。呪文を唱えた者の杖の先端から火の玉を放ち。対象のローブに火をつける。これはね、スネープ先生が最初、的になって、自分フィルチ選んだからね、その二人を、に火をつけましたね。悪霊の呪い。対象はひどい風邪をひいて、鼻水が止まらなくなる。覚えてないよな。ビペラ・イベネスカ。蛇を黒い煙で包んで消し去る。ああ、なるほどね。これスネープが唱えたやつかな。決闘中にドラコが出したやつを。あ、ちょっと、うる覚えだからあまり変なこと言えんな。粉砕呪文は最近覚えたやつか。以上かな。この辺はまあ今後のやつって感じで。魔法師がある。ちょっと待って。4年生って魔法師ないよな。5年生からか。これが一番難点かもしれんな。ちょっと。中世におけるヨーロッパ魔法使い会議。なるほど。ヨーロッパ大陸で運営されている。狂人戦争。歴史的に非常に重要な魔法界の紛争。1612年、ゴブリンの反乱。だからこの年号を覚えとかんやいけん。年号を必ず覚えとこう。1612、ゴブリンの反乱が起きたのが。ゴブリンが不公平な大群に対して反乱を起こした一連の暴動の一つ。こんなん覚えてもなぁ。国際魔法使い機密保持法。マグルから魔法界を保護し、全世界からその存在を隠すための法律。マグルの前で魔法を使ったらもうダメだからね。14世紀の魔女狩り。だから何世紀に魔女狩りが起きたっていうのが覚えとかないかもしれない。では、今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。だからこの右下のね、この右から2番目でね、予習ができますからね。次回はこれ、フクロウの試験やっていきますからね。じゃあね、バイバイ、ありがとう、失礼します。